皆さんこんにちは、今日からアライアンのバイオリン教室始まります。皆さん一緒にバイオリンを弾きましょう。はい、皆さん今日は音の作り方、バイオリンの音の作り方、弓と楽器があってさあどうやって弾こうか、そういうことですね。まあ弓を普通にこう弾いたら音は出るんですけど、ちょっとコツがあります。例えば、ピッチカートでゲーセンをポーンとギターみたいに弾いてみると、弦ってブーッと膨らみますよね。それで振動しますよね。これと同じことを弦弓でやってみる。こんなことね。レーセン、これアーセン、エーセン、こういうふうにやってみるとよくわかりますね。でこの、弦が振動する仕組み、これはどういうことかというと、弓の毛がここにくっついて弦を振動させるんですけど、この人工呼吸器みたいにここがプーンと膨らむように、ダウンもアップもまずこの練習しましょう。自分で弦のちょうどこの辺を見ながらね、そうすると一番いい音出ます。それを今度どこに置いたらどんな音するかちょっとやってみましょうかね。だから真ん中ら辺だと、じゃあこのようなスピードでここを同じように、ここっていうのはコマンの近く弾くとこうなりますね。ちょっとシューって言いますね。ここの場合は少しスピードを落としてやるんだから、それで弓もあんまりたくさんいらない。じゃあ指板の方はどうかというと、少しだとならない。だからたくさん弾かないとならない。だからこれは弓の量が教えてくれてるわけね。このここが膨らむことによって教えてくれてる。真ん中はこれぐらいよ、こっちの方はたくさんいるよ、こっちの方は少なくていいですよ。これ逆にやるとならない。だからそういうことを少し考えてみるといいね。で、あとここには弓がだいたい5つ並びます。真ん中、こっちの方の駒のとこ、指板のとこ、これで3箇所ね。で、その間で4箇所、5箇所、指板のとこ、真ん中、駒のとこ、その間と間、5コースあります。その5コースをどうやって弾くかっていうことがバイオリンの大事なコツです。これは、少しちょっとタイスの瞑想曲の出だし弾いてみますけども、このくっついてるとこがあっち行ったりこっち行ったりします。こういうふうに意識して、ここがどこに弓が乗ってるか、こう斜めから見るから見にくいけどね、それをちょっとこう見てみる習慣をつけましょう。まず一つこれです。よかったら、アライアンのバイオリン教室チャンネル登録をよろしくお願いします。